高橋由一チャンネル。中国の共産党大会が終わりまして、なんか胡錦涛さんが退席したり ありましたけども、それはもう、ああいう映像見るとびっくりするような、いくらなんでも、共産党大会自体が非公開だからね、最後の閉幕式のとこだけ、報道を入れてって、外国の人も入ってるからね、入れちゃったんだよね。そしたら、ああいう、その場でああいうことが起こったっていうのことなんだから、まあ、あれが中国でしょう、やり方はね。見せしめ的なことですか？いろんな解釈があるよね。普通に考えてると、まあ、胡錦涛さんが一前に、多分習近平って話をしたんだろうけどね、その時には李克強とかね、自分の手下の人を残すと言われて、チャイナセブンのね、残すと言われてたんだけど、実際紙見たらないと、だから紙こうやって言ってと取り合いしてたでしょ、だからその紙見たらなかったっていう説もあるよね。でも人事だから、直前まで分かんないってね、よくあるんだけど、全然話聞いてなくて、習近平の人がから見ればね、最後の時見せしめでね、みんなテレビの前でできるかって言って、やったのって、自分の権力保持っていうのもあるしね、でもいずれにしても人事にかかってるのは多分間違いないよね。人事にかかって、ちょっとなんかね、はっきり言うと、胡錦涛さんの方と習近平の方では意見が違ってて、事前の話と違ってたんでしょということしか推測できないよね。で、結果見ると、7人の話見たら、胡錦涛さんの手下は全くいないからね、それであと政治局員見ても、手下はほとんどいないから。これはだからあれでしょう、習近平の圧勝だったってことでしょう。で、その習近平の圧勝っていうのは、ああいう形で習近平が見せつけたか、胡錦涛が不満を表したかっていうのは、どっちもあると思うけどね。でも、どっちにしても人事の話で、習近平が圧勝したっていうのは間違いないよね。あ、そうなんですね。というふうに読めば、あの時の話はすっきり出るよね。で、体調悪化って、最後の閉幕式の時に急に体調悪化するかって、まず思うけどね。でもちょっと怖いのは、胡錦涛のてかみんないなくなったから、中国でいなくなるってことは、本当にいなくなる時もあるからね。本当にいなくなるって、本当にそういうとこあるからね。それがまああれだよ、共産主義だよ。はっきり言って共産主義だから、民主的プロセスないからね、ああいう形で出るんだよね。だからそれは一番強力な形で出るとき、クーデターとかね、粛清とかそういうのあるんでしょ。それに近いんじゃないの。へえ。じゃあ今回習近平さんもイエスマンだらけにしたっていう。全くそう。ことなんです。だからイエスマンだらけだから、もう自由自在に何でもできるって。イエスマンが多少いない時にはちょっと抵抗があるかもしれないけどね、全くいないよ。なんか国シーン全部イエスマンだよ。なんか本当にプーチンみたいになりそうです、ね、いやプーチンだよ。共産主義はそうなんだよ。だからそれは全然勘違いしてんだよ、共産主義を、自分たちの民主主義 の基準で見がちなんだけど、違うんだよ。違う。だから共産党の規約を直すってこと自体が、日本でいうとこの憲法は共産党の規約の下に中国は憲法あるんだからね、中国の憲法は大したことないんだよ。それで共産党規約で習近平を奉るね、条項を入れたでしょ、習近平の言うことは立派ですとかね、もう入れちゃったんだよ、だから憲法に入ってるんだよ、だから批判はできるわけないよ。そうです、憲法以上のものに以上のが共産党規約にはあるんだけど、それに入っちゃったんだから、もう一切誰も文句言えないよ。なんか宗教みたいですね、本当に。みたいってそうだって言って、だからそれが共産主義なり非民主国家の普通なんだよ。でそれを日本の民主主義の基準で見がちっていうかね、見るの皆さん。でそんなのね、中国行ったら分かるよ、すぐ。旅行じゃなくて本当に行けば分かるよ、どういう世界かって。民主主義とは全く違うよ。そうなんです。全くね、感覚なくてね、世界のね、常識がなくてね、国際政治見るとね、全部自分の基準で見ちゃうんだけど、それは間違いで、大変なことなんですよ。でそれが隣国にいると、でもそれは隣国は中国で、北朝鮮はもう同じ国で、あとロシアも同じ国で、3つあるんだよ。だからすごい状況なところに日本は位置してるわけよね。それをね、なんかね、話し合えば分かるってね、分かるわけないだろ。あの画像を見てね、分かんないだろ、いくらなんでも。あの画像を見たら、アメリカ人なんかもああいう画像を見ると、はい、ちょっと中国は無理だねと、これは話し合って分かるような国ではないよと、分かるわけじゃない。そうです、全然違うプロセスでやるんだから、で本当に消えるときもあるからね。前にあれだったでしょ、なんだっけ、北朝鮮でのときに、おじさんね、おじさんもさ、前すごいあれだったけどさ、もう途中でいなくなっちゃったわけでしょ。似てるじゃない。
確かにそうです、うん、でいなくなるやり方はあの、まあ、北朝鮮だと公開処刑みたいになるんだけど、はい、もう中国の場合だともう事故かなんかもしれないけど、あと病死とかね、へいろんなパターンがあるけど、それは人知れずみたいな、人知れずでしょ、はあ、だそういう国なの、そういう国なの。だから台湾有事っていうのがすごく、うん、もうあれだよね、近づいてて、前は2027年とかそういう予想する人いたけど、はいはい、一期5年だからね、はいはい、だから2027年っていうのは3期目の最後っていうことなんだけど、 それがもっと前倒しになる確率も高いんじゃないの、さらに高まった感じ、うん、イエスマンになってるんだから誰も止める人いないじゃない、いろんな決定手続きはやるって言ったら終わりじゃない、はい、そうですね、うん、ああやるって言えば終わりだよ。おそれをまだ話し合いって言ってる人がいたら、行って話してきてみたかった、うん、ちょっと習近平の前で批判したらもう日本に帰ってこれなくなると思うよ。ああそんな感じなんですね。というのが現状ですよ。だから大変なあのことをまあ見てしまってね、それが一番分かりやすい形で閉幕式があってよかったんじゃないの、うん、ああいう国なんだ。そうで私はだから特に驚かんよ、ああいうの。でも驚く人が多いでしょ。はい、そうですね、うん、驚くか驚かないかって多少驚くけど、はい、そうで、でも中国だから、うん、あるよなと、うんうん、話し合えば分かる人たちはさ、はい、なんかやっぱりこのチャイナセブンには、はい、胡錦涛の人がちょっと入るなんて予測してた人いたけど、はい、みんな外れじゃないそうです、ね、みんな外れじゃない、本当にテレビで予測してた人は、はい、全員外れたと思うよ。一番極端な形で独裁っていうのが見えたってことでしょう、うん、あからさまにじゃあもうそれでいくってなってる。だって独裁したんだよ、独裁してね、何のため、自分の思い通りにするためでしょ。そうですね。そしてあと最後習近平がどうやって判断するかに依存するんだけど、ここの番組何回も言ったけど、中国の革新的利益っていうのは、はい、習近平の前からあって、はい、ウイグル、南シナ海、香港ってあって、はい、それで全部やってきて台湾と尖閣、うん、尖閣と台湾は台湾を封鎖した時に尖閣も入るからね、それをやらないはずがないでしょ。そうですね、うん、だから私なんかそういうのはずっと前から言ってきたんだから、習近平以外の人でもやろうと思うんだから、習近平はもっと自分でやろうと思うでしょっていう立場で言ってきたわけよ、はい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 、そしたらその通りになりそうじゃないの。そうですね。おまけにあれだよね、独裁国家は経済成長しないって私も言ってたから、はい、そのな国の中で成長しないっていうのは明らかさまでになってきて、なんか成長率は全然高くないから、はい、あれでしょ、あんなにデタラメできる中国ですらね、はい、あの共産党大会で発表控えたくらいでしょ、はい、自分 で操作できるだろうなと思うけどあのね、この操作っていうのもね結構ね、はい、前ずっと前ちょっとずつやってるから、はい、まあ、違う操作するとまた分かるんだよ。あ、うん、だからやりにくかったってことだと思うよ。それで出さなかった、うん、いくらなんでもここで操作したらバレますよっていう感じになっててあれ止めたんだと思うけどね、ここでさすがにバレますよだとね、それ止めざるを得なかったんじゃないの。まあ、これは恥かくっていう、インチキしてるんだけど、はい、インチキの程度を大きくしないとバレるから ね、だからそれで止めたんじゃないの。それで出されて、うん、そのぐらいのレベルだよ。だからあの成長しないのは間違いないんだよ。そうするとね、あの台湾かなんかでね、はいはいはい、一発っていうふうに普通の歴史を見るとよくある話です。これは皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。